どうも、楽しんごおしたでようこそ。最近ですね、なんか ASMR とか、もっぱん動画とか上げてるんですけど、なんかあんまり自己紹介ちゃんとしてなかったので、まあ、YouTube でここでしかお話できないような、経緯をちょっとね、話していきたいなと思います。ラブ注入。もともと僕が、芸能界に入ったきっかけは、なんとなく、テレビに出たいなとか、なんか面白そうだなと思って、オーディション受けたら笑っていいとも受かってしまって、で、出て素人で最初ハムスターが餌を食べるモノマネっていうのをやってて、これです。ってやってたんですね。これで、なんかすごい受けて、放送終了後のお楽しみも呼んでいただいて、で、なんかいっぱいテレビいっぱい素人で出てたんですけど、このままじゃ引き出しがなくなると思って、タウンページ見たら、芸能プロダクションって欄があって、そしたら今度俳優の方に行こうと思って、まあマルチにいろいろやろうと思って、そしたら松田勝さんっていう、すごい有名な家なき子とか出てた俳優さんの事務所に、合格をして、そこでもうかなり俳優の、お仕事をさせてもらって、第1作目の映画が竜王と言いまして、僕が福建省から来た不法入国者の役だったんですね。で、2作目が北朝鮮から来たサイボーグの役、3作目が日本人のチンピラの役だったんですけど、なんかうまくはまらなくって、なんかちょっと当時ですね、いろいろテレビでエンタの神様とか、すごいお笑い系がすっごい全盛期で、多分2007年とか8年ぐらいですかね。で、これ受けたいなと思ってエンタの神様のオーディション行ったら受かっちゃいました。で、そこでちょっとミント兄弟ってコンビを組ませていただいて、ワイワイやってる間に、今度は僕荒引き団という、すごくちょっと深夜にやってる、ちょっと結構変わった芸人さんが出る番組にもオーディション受かってしまって、それでガーッとなんかたちまちブレイクしてしまって、で自分でも、まあ、もともとマッサージのお仕事をやってはったんで、そちらでちょっと、まあ、生計は立ててたんですけど、なんかまあ本業整体師、ちょっと遊びでちょっとお笑いって感じだったんですけど、それがもう本業ぐらいになってきて、マジでちょっと一時期ブレイクをさせていただいて、ちょうど2009年から2012年ぐらいまで結構たくさんテレビ出させていただいて、もう夢もいっぱいかなって、いろんな素敵な方とも会えて、本当に楽しい芸能界で流行語大賞も取らせていただきました。ラブ注入でなんですけど、でそっからですね、ずっといろいろ、まあ活動しておりまして、まあ、イベントごとだったりとか、結婚式の余興とかですね、で今本当に歌も歌ってて、ソプラノで歌も歌うんですけど、そちらもやったりとか、まあ、ドドスコももちろんで、今本当にまあ、テレビももちろんなんですけど、 YouTube がすごくいろんなタレントさんとか芸能人さんとかもやられてて、で僕はもともと結構 YouTube 見てて、韓国とか中国のものもっぱんとか ASMR を見てたんですね。で、なんかちょっとあれ、ずーっと相方の、まあ、僕りゅうきくんっていう、いるんですけど、その男の子に、しんこちゃん絶対 ASMR とかもっぱんやった方がいいよって言ってくれたのが、今ちょっと2階で寝てるんですけど、相方のりゅうきくんが言ってくれて、やってみようかなと思って始めたのが、もう本当にこの最近4個か5個出してるんですけど、そちらをやってまして、すっごく楽しくて、もっぱん ASMR なんですけど、本当にでも今いろいろ試しやってるので、まあ、企画とかいろいろやってったりとか、まあ、もちろんマッサージ系もやったりとか、ご飯系もいろいろやって、ちょっと普段のもう今までですね、僕結構なんかもうマッサージ動画ばっかりやってて、で前のお稲荷チャンネルってやつがバンされちゃったんですね。ものすごい登録者いたんですけど、すごく残念で、だからちょっとですね、巻き返しでちょっともうね、マッサージは飽きたというか、なんかもう体のパーツで決まってるじゃないですか。だからもうね、僕頭もやって、顔もやって、肩も全部やって、足も全部、足裏もやって、もう大事なとこまで行っちゃってるので、もうやるところがないんですね、正直。ツボも全部やっちゃってるので、だからもうちょっとマッサージもいいんですけど、ちょっと面白い企画をどんどんやっていきたいなと思って、だからちょっとこのお下でもう今ね800人ぐらい、本当に嬉しいです。800人ってすごいことで、本当に今一個一個地道にやってきてるのが、これまたいいなーって思ってて、一人一人とちょっとそのコメントとかでしっかり見れるし、あ、こうしていこうかなとかってすごく励みになる DM いっぱいいただくので、
だからこれからはちょっとですね、こちらの楽しんごオフィシャルの方に、まあ、インスタでもツイッターでもいいんですけど、こんなことやったら面白いですよとか言って、例えば、大物 YouTuber さん今見ていただいてる、いろいろコラボさせていただいて、まあ、たんですけど、その方たちともじゃあ慎吾ちゃんコラボしようとか何でもいいので、ぜひ皆さんもぜひねお力を貸していただけたら嬉しいです。2020年飛躍したいので、いろんな方提案とかコラボしましょうとかってください。僕もちょっとね今再生数伸ばしたいのと登録者増やしたいので、何でもできることします。でも最近 YouTube 厳しくなってるので、まあできる範囲のことをやっていきたいなと思ってるので、ちょっと見てる方、ぜひよかったら、何でも、ご質問でも提案でも何でもください。いつでもお待ちしております。どうもありがとうございました。